はい、こんにちは、どうも、エルライトです。ということでですね、本日、ベストナインタイトルホルダーの第3弾、まあ最後ですね、がこちらが来ているので、こちらを、90連分、いつも通り引いていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、まずは10連目、いきたいと思います。ちなみに、今回の狙いなんですけど、めちゃくちゃ狙ってるのは大野雄大投手ですね。もうこのベストナインタイトルホルダーの第1弾ですね、それが出る前から今回狙うのは大野雄大選手だってずっと思ってきてたんで、ここでね大野選手が引いていきたいなと思います。あー、10連目はなさそうかな。もちろん、他にはギータ柳田選手だとか菅野選手だとかっていうのは狙ってはいるんですけども、1番は大野選手ということです。はい、10連目はなかったですね。さあ、もうサクサクいきますよ。20連目、ここもどうかな、なさそうかな。なんか渋いね。やっぱりこのベストナインタイトルホルダーっていうのは確定外からね、引けるかが重要なんで、こういうところで引きたいんですけども、なかなか来ないと。まあそんな厳しいね、世界なんでね、仕方ないですね。はい、なさそうかな、ここもね。お、サンチェス2連チャン。さあ、来ない。ね、来なかったと。さあ、次、30連目は、もうここは確定なんで、誰か一人は来ると。さあ、来い。大野選手。大野選手、または、柳田選手。どっちか。もうどっちかしか狙ってないぐらい。勢いで今回引いてるんで、頼む。ほんと第3弾はね、全体的に強い選手、人気な選手が多いってイメージなんでね、まあ誰が来てもほぼほぼ当たりなんですけども、まあ欲を言うとね、やっぱり欲しいじゃないですか、欲しい選手が。さあ来い。おー、うわー、マジか。確率に勝てねえな。なんで？まあ、2枚引きできたら OK。さあ、来い！おー、来た！ギータ来た！よし！よし！これ、久しぶりに勝ってるよ。OK、OK、OK。狙いの選手一人引けましたね。これはナイスです。素晴らしい。さあ、40連目いきますよ。もう、この、おー、来た！マジか！確定外から来たよ。さあ、あとは確率を引けるかどうか。本当にね、第1弾、第2弾とね、この確定外から S は来るけど、確率に勝てないんだ。通常選手ばっかり来るんだ。だから、ここの第3弾で見せてほしい。今まで運を貯めてきたんだと。なんでやねん。何？俺、確率に本当勝てないんだけど。どういうこと？こんな勝てない人いる？ S 引けるのに。マジか。つらっ。まあまあいいでしょう。オッケーオッケー。はい、じゃあ50連目ですね。もう半分いっちゃいましたね。さあ、確定外から連チャンで来るのかどうか。ここはさすがに渋いなっていう時に限って急に来たりするんじゃないでしょうか。期待してるよ。まだ俺は期待してるよ。俺はまだ希望を捨てない。いや、来てくれる。俺は信じている。頼む！笑ってくれ！いやー、ないか。ここはなさそうやね。スキップちょっとしますね、ここ。ごめんなさいね。多分ないんで。はい。はい、ないと。はい、OK です。さあ、60連目。ここはもう確定なんでね。気楽に行けそうですね。はい。じゃあ行きまーす。さあ、来い。いや、マジで来てくれ。もう俺、大野選手多分引いたら終わりますよ。90連引くって言ってますけど、大野選手が来た時点で多分もう引かないっす。はい。もう最初にちょっと言ってなかったですけど、大野選手が来たら、もう僕は終わるんで。これはもう申し訳ないっす。それぐらい大野選手が欲しいということですね。さあ、誰が来る？別に2枚引きしたっていいんだよ。全然いいんだよ。さあ、来い。まあ、確定だけかな。はい。さあ、誰でしょうか。お願いします。大野選手、
いやー、平選手か。A ランク全部経験値とかに変えちゃったんだよな。残念。さあ、まあいいや。70連目いきたいと思います。ちょっと渋かったね、俺的にはね。欲しい人は欲しいと思うんですけど。おっと、待って待って待って。おー、びっくりした。そんな連チャンで来る。さあ、おー、青色。これワンチャン2枚引きあるよ。ないかな。他の演出は渋いから、まあまあいいや。1枚は必ず来る。本当に頼むよ、確率勝って。頼む、本当に負けすぎ。頼む、確率就職するんじゃないの、お願い。なんで、もうおかしいって。はい、ということで、もうほんとショックですけども、はい、残り20連ですね。気を取り直していきたいと思います。もう僕はね、今回第1弾から第3弾まで確率には嫌われたと、いうことですね。やっぱりね、確定外から S はね、来るんですけど、引けるんですけど、そこでね、負けたら意味ないんすよね。さあ、さすがにないか。なさそうやね。これもちょっとスキップしますね。はい、多分ないと思います。なかったね。はい。さあ、ラスト。もうラスト、最後、ね、ここ締めよう。頼むよ、マジで。ここで大野選手来たら、すべてが解決する。もうすべてが。確率で負けてたやつも全部取り返せるぐらいの価値がある、あなたには。頼む。最後、見せてくれ。さあ、神引き。頼むよ。頼む。本当に頼む。お願い。さあ、最後。もう、これ以上僕は追加して回さないんで、これが本当に最後だと思います。さあ、最後は誰で締めれるんでしょうか。いきます。来い！うねっ！